ありがとう。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、先生1枚多いです。あ、というわけで、はい、何持ってますか。紙ですね。今回紙を使えるの。簡単に説明すると、紙飛行機を飛ばして、うん、誰が一番遠くに飛ばせるかってだけの、だってシンプルな内容となっております、はい、作り方はもう別に凝ったものでもなくて、ただまあ今回あのクレヨン、クレヨンなんてもう保育園小学生フリーぐらいだと思うんだけど、用意しましたので、残り自由に使ってデザインとかも自由にやって、僕たちお金ないんでユニクはできないけど、まあこれ使って自分の好きなデザインにして、で飛行機に名前を付けてます。おー、わかりました。いいっすね。まあ自分の自信作を各々に作ってきていただきたいかなと思います。わかりました。それぞれ制作風景を撮って完成したら、その山に向かいますか。では解散。じゃあ早速作っていきたいと思います。形がね、なんといっても肝心ですからね。はい、というわけでいきました。もうこいつに勝る飛行機はございません。わかりますか。強いって書いてあります。負けません。はい、ピアチームです。私はですね、とにかく手が不器用なわけですよ。普通の紙飛行機も作れないんで、紙飛行機作れないなりに頑張って作ってみようかなと思います。でも紙飛行機一番大事なのは翼です。そこにこだわってやっていきたいと思います。では、作っていきます。はい、ということで、一通り、こんな感じで、こうですよ。こんな感じで飛ばすんです。これだけだったらちょっと寂しいんで、この3色を使って色を変えていきたい。今色塗ってる間にあること思いついたんですよ。この面積を広くすれば長く飛べると思うんですよ。この風の抵抗をね、こううまくこうピャーっていけると思うんですよね。完成まで待ちよう。はい、ということで、はい、紙飛行機が完成いたしました。やっ、誰から発表しますか。お、自信満々。名前も発表してください。じゃあお願いします。お、形がちゃんとしてる。ちっちゃいね、はい、ちっちゃい、コンパクティクスだ。フェアリ号です。おーなんで書いてんの。R、 あーもう R ね、簡易的だけをこういう風に思ってるんですけど、プレイハウスっていうね、小学校3年生まで通ってたね、自動会館的なところで学びました。強いんだよこれ。お前それずるいな。これフェラリ君。フェラリ君で。じゃあ俺行くかな。どうぞ、行きます。はい、ダレーンやばいパイロット付き。名前名付けて最強宇治万事号俺は強い、誰にも負けないってパイロットがどういう役割をするかだね。そうだよ、もうこう言って、あ、やばい、風来た風来た、ゴール。なるほどね。一番強い、つうか一番強い、ちゃんとした紙飛行機だね。そうなんだよ、もうこれに勝るものがないと思ってたよ俺は。じゃあいきますか。僕はね、本当にマジで紙飛行機見たことないんですよ。これは人生初紙飛行機です。ご覧ください、こちらです。でれー絶対止まんよ。こちらですねゴミ箱から持ってきたやつやん、それ。もうすぐ墜落する号ですこちら、まあ分かりやすいように親指と人差し指と中指って書いてあるんですよ。これ小学生でも持てるように、まあやっぱり愛が勝つということで、正面ハートです。ハートなの。ハートです、これは僕の中で。ただね、唇みたいなこれで勝ちます。いいわ、強いから。1、2、3でいきましょう。オッケー。そしたら早速投げていきますか。こちらは竜の特製フェラーリ号。小さな機体で目指すは日本一周。果たして結果は。負けてる、負けてる風。そうだ、タイミングはどうぞご自由に。いきますよ。え、お、え、おーおーおー、いや変わらんな。いや、めっちゃ広い。おお、めちゃめちゃ飛んだよ。次、宇治。お次は最強宇治万事号。ネーミングセンスにならありますが、パイロットの準備は万全。結果はいかに。最強宇治万事号、パイロット追加するぞ。絶対勝てるから。いきます。今だ、いきます。いけ。え、待って、今、家の前に微妙だな。おお、はい、もうすぐ墜落くん。飛ばす時が来たか。鳥を飾るのはもちろんこの機体。もうすぐ墜落する号。センス、デザイン、安定性、全てにおいて最低評価だが、結果はいかに。意気込みをどうぞ。そうです
ね、やっぱり墜落仕掛けてるんですよ今、はい、現状だけど、そこで耐えるのがもうすぐ墜落後なんです、はい、最後の勇姿をご覧ください。はい、とんでもない記録が出るかもしれない。ゆっくりだね。お前そこだって。そこ、どこ行くよ。これ行くわ。乗るわ。いいっすか？はい。あ、じゃあ行きます。あいや、もう雑魚。こいつも墜落してるね。見た、あのプロペラ落ち。俺も自動館行けばよかった。もう想像以上に行ったよ。でも意外とね、うん、行った、くる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 回って。はい、え、ああいう2つね、めっちゃ強そうだな、これめっちゃ飛ぶと思う、これ。いやでも俺とかないから飛ばないと思うけどな。 3R だから、これだったらもう 2R でいいことになっちゃうから、さすがにね。それでさらに俺のを追加したらより伸びるから、一回やってみる。 3R だっていう証拠を。ああ、今のでいくらになったわ。これでさらに飛んだら俺ら 3R、 これで止まなかったら俺やめるから。合体に向いてないんだけど、これ合体感はあるね。強そうだ。強い。これは飛んだぞ。そういうことだったのか、これ。そうだよ、この企画のか、もしかしてそういうことだったりする。醍醐味頼むから飛んでくれ。俺のせいじゃねえかよ。二人で頑張ってね。やば、めっちゃ安定するね。おー、うわー、すごい。俺やめるわ、 3R。 今までありがとう。はい、ということで、まあ、結果リアがもうかすすぎた。これね、もともと微妙だったの、技術だと。これをね、合体させることによってめちゃめちゃ飛ぶようになったんで、ね、素晴らしい発見があったんで、ちょっと次回ね、またこうやってなんか合体で、そうそう、ちょっと単純すぎたから、そういうアイデアで次回やっていけたら、もっと凝ったね、紙飛行機もやっていけたらと思います。もう一機のやつに関しましては、まあ、まあ、見ての通りだった。まあね、初めて作ったってことだからね。そう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 。そうだったりする。今も多めに、ね、うん、本当に初めてだったもん。本当に初めて。初めてじゃないとあんなの作れないでしょ。初めて。でもなんかぐちゃぐちゃだもん、なんかゴミ箱から拾ったみたいな。あれは本当にひどい。じゃあちょっと教えて、逆に紙飛行機の作り方。畳む、うん、じゃあ畳んで開いてもう一回みたいな。あれ丸めてるから。あっ、いいよ、あれもなんてできるかわからん。え、紙飛行機教えようとしてくれてる。うん、まあ、次回のじゃあ企画で正しい紙飛行機の作り方みたいな、ぜひとも、はい、もうすごく見たいです、その動画僕、ね、はい。それじゃあまた次回の紙飛行機動画でお会いしましょう。何で撮るか、撮るかよ。そうでした、背丈は絶対押さえていけない。何も言えない。口は一番痛い。